ジェンドのダマザコシグマサキさん、本日はですねゲームセンターよっしゃやろうな。本日も宇宙クルル店さんで遊ばせていただきます。はい、ありがとうございます。質問ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、今日は5人なんで、はい、この企画やりたいと思います。おー、なんだ。チーム別対抗クレーンゲーム、1万円でどれだけの重さのものを取れるか対決。はいはいはい。前1回ずつやったのが、どっちの景品の方が合計で重たいか、ぴったり何グラム、あ、企画もやりまして、やっとね。今日はどっちの方が重いかと、ぴったりどっちにしようか迷ってます。あ、企画の相談か。悩んでるね。ぴったりって確か面白いんだけど、めっちゃむずない。なんかさ、重いやつだとさ、相手重そうだなを見てさ、こっちそれより上みたいなのができそうじゃん。なんか重いやつの方がちょっと今日向いてそうな気はする。確かにちょっとね、箱型のものも多かったね。ほんと。じゃあ今日はチーム対抗の大きい重さのものを取った方の勝ち対決にしましょう。はい、大きい。各チーム1万円ずつ、資金があります。その中でできるだけ多くの景品を取るんですが、合計の重たさで対決します。はかり用意してますんで、取った景品の総重量で戦います。なので、景品の数が仮に少なくても重さで勝ってれば OK です。見た目が大きくても中身が軽かったり、ジュースとかみたいに見た目はちっちゃいんだけど意外と重かったり。はいはい、同じやつは何個までかあるんですか。3プレイ同時ゲットは3つまで許します。3回同じのやるのはなしにしましょう。もう7本くらいドコドコって取れても3本3本までです。 OK。 じゃあ1個取れたらおしまいみたいな感じ。そういうことです。中身を想像しながら、はい、戦ってみてください。OK。 はい、グッパージャス。はい、いいな。1万円ずつこちらに100円に100万入ってるんで、はい、なくなる前で戦っていきましょう。はい、それではクレーンゲーム重さ対決スタート。イエーイ。2人初じゃね。そう、なんか間に大体ムトキンないし、まさにないしがいたからね。お菓子とか飲み物とかがいいと思うな。ぬいぐるみってやっぱさ、綿とかだから多少軽いじゃん。そうそう、やっぱね、ゲームセンターさんのすごいところはやっぱ簡単に持って帰れる、かつ大きいものを作ってるから、やっぱこういう人形系が多いんだよね。でかくてもね、だって片手で持てるぐらいだもん。そうそう、っていう感じで軽くできてるんですが、今日は重たいものを選ばなきゃいけないから、はいはい、それを見抜かないといけないっていう難しさね。まあ、身が詰まってるものだよ ね。しっかりとした序列を決めましょう。序列1回交代で確実にやります。はい、相手より取った段階で上下が発見します。ああ、そこからはやっぱ敬う感じ。そう、敬う形でいきましょう。今まで、ここまでです。対等のここから先はあの上下関係が成立しちゃう。成立します。はい、さよなら。さよなら握手しながらさよならってあんまないよ。あ、ラジコでよくない。これ多分ね、軽いんだよね。ジャイロ回転するし。ジャイロ回転するから軽いの。どういう仕組みだよ。ここ最近めっちゃ人気のやつだ。出ためちゃくちゃ今ね、あの人気のやつ、あの膨らむ赤ちゃん、あれは微妙だね。フィギュア系はまあ軽いやろ。フィギュア軽い。ウルトラマンは重いんじゃない。原寸だよな。いや、このハリボーのグミ重いよね、多分ね。まず1個いきたいよね。うん、どっちからいく。まああの代わり番だから正直うまい下手ないし、まあこのタイプはね、特にタイミング来た方が取れます。はい、じゃあそして上下が決まります。まあ先手は譲ります。あ、いいんですか。確かに。あと、あとの方がいいもんな。隙間に入れんのが難しいんだよ、これね。あー、持ったら開かない。こんな感じなんだね。あ、結構さ、まちゃん。あ、でもちょっと動いたよ。これあと2回ぐらいで頑張ります。よっしゃ。あ、うまいね。いや、いいんじゃない。うまいよ。そうだ、でもこれでどう動くかな。いや、ありだと思う。あー、なるほどね。ハイチこれ運ゲーだぜ。しかもやりやすいんじゃない。あ、確かに、まあ、確かに重そうではある。このクレーンクが移動して、で、その3つのうちのどれか、手前3つのうちどれか掴んでボールの上落としてバウンドして隣に落ちたらゲット。開幕としてはいいと思うね。まあ、なんかやりやすいっすよ。あ、いいんじゃない。3個ゲットできたらいいよね。できたらいい。できたらいいよね。いいんだね。いいよ。じゃあ早速始めていきます。いくよ。チュッパチャップス狙うよ。さあ、どうだ。逃げるからな。なんかちょっとバランス大丈夫。くるんって回りそう。大丈夫。おー、がっしり。お、いける。うわ、なにそれ。いや、でもダブルゲットのも大丈夫。ダブルゲットいける可能性ある。あと跳ねていける可能性あるから、まだ行こう。まだ行こう。あそこかも。あー、惜しい。まあ、こういうこともあるよね。最初だからね。最初だからね。簡単設定だけど、これとか結構さ。ああ、確かに現実だよね。チョコぎっしり詰まってるだけ。アポロチョコとマーブルチョコ、うん、どんな感じなんだろうね。あ、やばい、そんな奥やばい。ど
いけ、つつけ、つつ、おー、なるほど。横になんないと意外と倒れないタイプなんだ。こうなっちゃうと、いかないやつだ。こんなもんかな。あ、うまい。で倒れた後も怖い。倒れ、吹っ飛べ。でしょ、ゴロ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 。なるほど。あ、やったー、やったー、ナイス。これ、あ、すいません、やばい、もうずれつきまっちゃった。これは1回で2個ゲットなんで2個カウントします。アポロチョコとマーブルチョコでーす。やばい、完璧です。結構重くない？ちょっと持って、それ行こう。すいません、はい、ハイチュウよりプッチョを選ぶべき。なぜだかわかるか。そう、美味しい。お前の好みじゃん。もういいね。さあさあ頼むぞ。まあここまでは。さあどうだ、予測できたやつ。まあ、じゃあマサイ頼むよ。あ、じゃあ、え、これやんの、え、できる。ちょちょちょ、言ってください。やりたいなら全然言ってもらっていいんですから。ちょ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 、言ってもらってるんです。いくよ。どれやんの。ハイチュウだよ。いや、ここちょっと取っておきたいな。この流れ変えたいわ。さあ頼む。これ左に跳ねたら全部いけるの。何それ、こい。なあ、むしろこれがあることによってどっちか転がってくれんじゃん。いや、これは落ちるでしょ。2個行きたいね。2個行こう。頼む。最大2個行こう。え、これは3個取れるぞ。3個取れるな。頼む。いいね。いや、これ取れるでしょ、さすがに。あ、や、早くね、なんか飲み物とか欲しいですけど、飲み物って今ないんすかね。飲み物あっちやる。なるほど。いや、でもやっぱ景品1個取れたのはでかいね。そうですね、さすが先輩、お供します。え、黙って先輩にそんな感じなの。全然違う。先輩後輩にしてはなんかさ、体育会系すぎるでしょ。ちょっとね、しかもなんか嫌な上下だ。そう、もうそろそろ多分1000円だよ、これで。マジか。ここ取らないとやばいぞ、本当に。頼むよ。え、何、何が起きた。やばい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 、今年やばい、今年やばい。一旦俺行くわ、何して。はいはいはい、まあまあまあ。すごい、サーカスだ。すげえ、お金払えるわ。このゲームはね、ボタンを押すと棒がバーってくるから、それに飲み物ヒットさせてここの穴に落とすゲーム。一回で取れよ。すごーい、すごーい。最高な関係に戻った。やっと一個一個になったから。よっと。よしよしよし。ブルーレモンエイド取れました。ふう。ちょっと向こうまたお菓子行こうかな。そうだね。ブルーレモンは個人的には取りたいんだけど。この先っぽ、これいったべ。来い、いけ。おい、なんだそれ。イレギュラーだけど。でも1個通れたよ。よっしゃー、まあ、よかった。危ねー、重さ軽い。激軽い。何歳でも持てる。1000円以上使ったの。次行こう。こんだけやって激軽い1個しか取れてない。やばいやばい。前やって思ったけど、カップ麺とか意外と軽いんだよね。そうだね、乾麺って意外と軽いよね。外のさ、素材も発泡するみたいな感じ。ね、え、この柿の種絶対重そうだね。これでもがっつり食べれる年月期だってよ。俺はまあ重さありそうだよ。その分難しそうだけど、ちょっと一回やってみよう。一回ずつ、ね、やっぱ寄せてく感じなのかな。多分スライドするはず。どうだ、下入ると思う。あ、待って、これ、いや、ちゃんと下行った方がいいかも。隙間をやるのが結構定石だけど。奥だね。そうだね。あ、いい感じかも。あー、もうちょっといいか。ガーッ。ギリギリ、ナイス。おー、ナイス。これでどれぐらい多くかだよね。うん。うわー、そういうこと。蓋の端っこに引っ掛けていく感じなんか。ああ、飲み物取り行く。じゃあ、じゃあこれやね。これだ、これだ。なお、どういうやつだ。これボタンじゃん。ああ、このボタンを押すと、この青い棒
これが手前に来るのよ、うん、スライドして、うん、でそのタイミングで金属の部分が飲み物に引っかかったりするから、うん、うまく引っかからせてここに落とすっていうやつ。なるほど。じゃあめちゃめちゃいっぱいあるところに狙い定めていけばいい、ね、うん、はい、ありがとう。マサイがやり方分かってるからマサイやった方がいいんじゃない一発目。ああ、俺も知ってる。知ってる。貴様知ってる。知ってんの。知ってる。じゃあ行きます。さあさあさあ、まああの辺多いからな、うん、これ一気に飛んだら激アツだよ。お前やり押しじゃねえんだよ一本じゃねえか。終わりだよ。もう取れねえんだよ。お前ふざけんなよ。あったでしょもうちょっと。いや俺は狙ってちゃんと。重たい。重た。さっきのハイチュウ全然重たい。液体すげえな。あー、まあでも一発で取れたからいいわ。まあ確かにお金はね削減できました。オッケーオッケー。これ一緒で、あの別にゾーンとかモンスター取ってねえから取るとかなし。なしだね。うん、まあさすがにもうこれは終わりだな。そんなずずしいからな。ね。うん、いやこれね面白い。これ面白いな。本当にうまくいったら2回でいける。多分ね1回見れば分かると。俺が確実に持ち上がるんだよ。でベーってなるんだけど。隙間に対して箱が綺麗に入れば落ちるんだけど、大体なんかちょっと斜めになってるんだけど、それをさらにもう一回上げて平均というかこの箱をどれだけこうつまめるか、こうなったりこうなったりする。地面と垂直にこう、そう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 、スッてやる。縦に垂直を探すゲームだから。確かに1回目は絶対に坂の角度的に入んないもんね。そう。なるほどね。でも面白いよ。うまくいったら1回できない。大体2回以上。あ、保て保て、そう、斜めっちゃうんで絶対。こうなると取れ。あ、すいませんまさかのめっちゃ軽いけど一発ゲット、やったいや、でもめちゃすごいわ。じゃあ行こうぜ。はい、します。上下関係ができた。俺がいつもしたな、久しぶりカンカンは意外と重いようにつって軽いと思うの。そうね。ビーズクッションとか重いと思うの。あ、ほんとそうだ。ビーズクッションは基本重い。すげえ。サインは B や。 B B 小町、 B 小町有馬かな。推しのこのさ、 B 小町っていうアイドル復活を遂げた B 小町。そう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 、もう一回組み直した B 小町だね。そう。ルームライト、闇闇のみ、闇闇のみなのにライトなんだね。はい、どうぞ。じゃあ、ちょっと先にやっていきます。頑張って。今一個差だからこういう上下関係だけど、これどんどん離れていくから頑張ってね。はい、頼むよ。お2個、3個これはいっぱいいっちゃう。そうだ、いいね。あ、それいいね。めっちゃいいよ。面白い。頼む頼む。2個、2個。おお、これがこのゲームの面白さ。あ、それはちょっと重たそう。めっちゃ軽い。軽いんだ。さて、最後の2個。あ、さあさあ、こんな陳列は嫌だ。嫌だねー。嫌だねー楽しかった。楽しかったね。なんか満足度すごい高い。うん、100円の満足度が。あ、これな。カムカムは結構重いっすよ。もうほんと動画映え。行こうぜ後輩。先輩最強なんだよね。もう3つぐらいガッツリ掴んじゃって。いっちゃう。これ3ついったらすごいよ、ほんとに。うまい。いやでもいける。あ、まあまあ、1個でもいい。さあ、あれ、おお、ともよ帰ってきた。読んだ方ともよ。いや、すごいじゃん今日。一撃多くない、ね。カムカムレモンゲット。ナイス。しゃあ、でけえ。これこれが重たいんじゃないか、さすがに。いやでもさ、メンダコだぜ。メンダコで重いか。ふわふわ系じゃんこいつって。そうね、確かに。柔らかくて気持ちがいいっていうのが、うん、コンセプトかもしんないな。あ、ダメ。今あの、ふわふわモフモフに仕上げましたとか言う。マジマジ、これじゃない。じゃあ軽い。軽いです。いいね。着眼点が素晴らしい。いや、着眼点も磨いてきたからね。着眼点？これ面白そうじゃん。これどんな感じ、転がすの？裏側がさ、ちゃんとへこんでるやん。意外と簡単に転がるんだろうけど、ここの段差を超えられないんだよ。最後にストッパーになっちゃう。そうそう、多分100円ずつやってみよう。だから分かると思う。投げ散らかして。あ、意外と意外と中心だったな。そう、ほらほらほら、こい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 こと。あ、いいかも。それうまい。いけ。ナイス。ああ。うわあ、そういう感じか。面白い。もう一周やろう。だって真ん中過ぎるとさっきみたいになっちゃうんだ。そうだ。ほら。ああ、いやー、いかんのか。回れ。回れ。回れば OK。待って。ああ、面白い。
よく考えるよねこれね。いや本当にゲーセン行くたびに新しい、だってさクレーンゲームいっぱいあるもんな、新しいタイプの。クシャ、うわー、今乗ったんだけど。おっ、倒れろ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 。あーごめん戻しちゃった。いやむずいね。いやおもろい。これはこれこれこれ、あーシュー、いやこれはあ、まあまあで言うと多分これも重いよ。これ絶対重たいよ。これいく、あり、奥にハサミがあるんだけど、こいつがね手前に向かってくるのよ。下にあるねこの青いボタン、こいつを押すとそのハサミの位置を止められるのよ。あの赤い紐に対してハサミが来た瞬間を狙ってポチッと押すと切れるか切れないかっていうやつ。あ、そういうやつなんだね。これ1回はすごいな。いくぞ。え、何しろ何しろ終わったんだよ。終わった終わった。ちょっと待って。終わった終わった。え、終わった。あ、お前やったろ。説明が違いました。マジでごめん。どけ。俺は読む。いいですか皆さん、この説明読んだ方が早いです。コイン入れます。ボタン長押しでハサミを動かす。長押しでハサミを動かす。離すとハサミが止まると。着眼点がすごい。お前は見なさすぎだ。頑張って。いくよ。うわ、通り過ぎたかな。若干通り過ぎた。これを繰り返すゲームだ。まあ、そうだね。いきます。あ、行き過ぎた。その分お金減るのも早いんだよな。あ、あいやーって話すとやられてるから、もうちょっと早め。いやー早すぎた。はい、行ってくれ。綺麗な2段になってしまった。収納上手です、うん、この辺1回ずつやっとく。また楽しそうなの、うん、取れるか取れないか、うん、すごいね、シャキシャキしてる。この回かっこいいな、うん、ほら やばくない冷静に今いくら使った。分からんけど結構いってるよ。いくよ。来た。いやいや前なんだよ。まあいつか来るよその時が。来い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 。来た。あ、来た来た。おーしゃー、ナイス。どうだ重さ。どう。まあまあでもあるよ。あるあるけど、あ、まあ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 ある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 。安心した、うん、どでかいイルカそのままだな。どでかいイルカゲット。ぬいぐるみとかでも重くそでかければ意外と重かったりするもんね。多分ね、ぬいぐるみよりフィギュアの方が重いんだよね。あー、まあそうだね、うん、さっきのあれいくか、なんか重そうなやつ。これは重たいでしょ。マグカップだよ、マグカップ、マグカップ、まあ、これ最初のうちはちょっとジグザグどうしてもこの穴に入れていくしかない。そうだね。地道に行こう。そうだね、マジで。あん、ギリギリー。溶岩シートに行いますか。どちゃくそむずいかもしれない。やばいね、これ。あー、ごめん。早い、まだ早い、まだ早い。いや、でももういける、もういける。もう近いよ、これは。もうあるね。これはね、もう輪っかじゃなくてカード作戦が絶対いい。そうだね。いいんじゃないの。いけるんじゃない。どうだどうだ。きたー。拾えよ。はい、おめでとうございます。チドルチョコのマグカップゲッター。よっ、日本一。じゃあ入れとく。いいね、ありがとうございます。はい、結構な重たさですね。そうだね。ね、取った甲斐があったな。ねえ、これ、うん、本来もう一個ぐらい行きたいところですね。まあまあまあ、後輩のね、上空あったからこそ、まあ、取ったのもいいだと思うよね。行きましょうか。はい、じゃあ次、後輩、何やるか。背びれが邪魔なんだよね。ね、そうだね。目玉取れそう。目玉グリーンですね。眼球大変なもんですよ。ね。行っちゃった。あー、むずいね、やっぱり。まあ、一度は値段失敗で空港しててダメだから、トライアンドエラー。いい先輩、優しい先輩に恵まれている可能性がとても高い。先輩見てください、これ。これジグザグ行けば1000円以内に行けます。はい、着きます。戻りました。全然
先輩のカバーは僕が拾うんで。やるー、お前やるー。頑張って手前行こうかな。じゃあギーン。今のところ俺が下手。先輩マジ下手。おはようまい、おはようまい。すごいちゃんと尻拭いしてくれてる。おはようまいよ。これは面白そうだ。20連弾マシンガンは重いと思う。車もあるよ。車はラジコンは重たいんじゃない。なんてことだ。インチャ。レクサスとかね、モノゴンだったらむちゃくちゃ重いんだけど、このレクサスは重いんか。ねえ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 、何？なんか呼ばれた。それドンキ？あ、あ、本当に？ドンキで裏見たら。マジ？確かに重そう。行ってみる？行ってみよう。難しそうだよ。どんくらい開く？3でしか開かない。滑んじゃう。滑んじゃう。無理だ。そのくらいね。高さ。え、うん、お、行った。うまい。よし、完璧。うわぁ、めちゃめちゃ取れた。いいや。めちゃめちゃ取れた。いいじゃん。素直に持ち上げてみようぜ。うん、たまにあるよね、これにいけること。おい、音聞いたってか。300円で取ったのもすげえけど、音聞いたか。ドンドドドンって。あ、まあ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 重さじゃない。300円で取ったにしては、まあまあ、まあまあある、まあまあある。いや、ラッキー、ラッキーラッキーラッキー、ラッキーナイス。やった、満月コーヒー店から。はい、素晴らしい。コーヒーカップですね。ああやった。マットみたいな。本当だ、重いからか。重いからじゃない。重たかったら割れないようにしてんじゃない。そうだね。着眼点いいね。見せちゃうぜ。先輩下手っすね。先輩がモタモタしてる間に僕追いついちゃいますよ。これ留年します。まだか。先輩次です。これは神アシストです。これ僕の音忘れないでください。まだ忘れられないな。お疲れ様でした。どこ目か。俺が留年するときはお前も留年か。一緒に。あ、いいやつだな俺。とどめいっちゃって。一緒に。お願いしますよ。ありがとうございました。巨大ピザポテトゲットしました。あ、立ち上がっていいよ。いいよ、笑って。失礼します。あ、いいよ、喋って喋らせていただきます。はい、ピザポテト先輩、大先輩ダーマさんが取りました。2学年も離れているんで会話してくださりありがとうございます。後輩の経験めちゃめちゃうまくない。失礼します。後輩はやたら失礼しますって言うんだ。失礼します。いや、失礼してないけど失礼しますって言うやつよね。失礼します。ちょっと面白いごめん。全然関係ないけど。全然関係ないけど。おーえーてかさ、今思ったけどマツケンサンバ2さ、息長すぎない。長いわ。だってマツケンサンバって1、2、3なかったの。3ある、あるあるある。なんで2めっちゃ、2めちゃくちゃ何かしないけど俺はめっちゃ歌う。まあ一番有名だし、俺らの子供の時からあるから。そうなんだよ。で、横のさ、これどうなんですか。釣り竿。これちょっとやってみる。うん、おい、いい、うまいけど重たっ。これはいいぞ。重いかもしれない。重いかも。これは重たいぜ。軽かったらめちゃくちゃ笑うな。確かに。先輩お先失礼します。すいません。いや、取ってほしいよ俺は。ちゃんと失礼して俺も行かせてもらおうかな。トイフルゲット。師匠、この後ですね、はい、あのスケジュール私が管理してますので。師匠、師匠、師匠って呼ばれてるのに師匠みたいな立ち回りになってきた。残金がですね、もうおよそ2000円ぐらいということで、まだ全然攻めれる時間帯だと思われます。はい、師匠、どうなさいますか。いや、なんかハイリスク入れたんだよね。かしこまりました。ハイリスク、あちらにございます。こちらがですね、はい、最もハイリスク入った1回500円。あ、500円なんだ。俺ね、この台やったことないかも。それで、すごく大きな景品が起きるようになります。これ来たんでしょ。ブリン。じゃあやってみようか。はい、
じゃあ後輩、僭越ながら失礼いたします。フィッシャーズ、動画で結構やってるんですが、今何一度も撮れたことないです。あ、そうなの。はい、なぜならいつも1回しかチャレンジできないから。あ、もう500円だもんな。はい、じゃあ僭越ながら失礼させていただきます。後輩、全力見せてよ。後輩じゃないです、秘書です。そっか、秘書まで行ったんだ。はい、奥のプー様で。プー様、プー様でよろしいですか。プー様でいいよ。じゃあ失礼します。奥のプー様撮らせていただきます。お先に失礼します。先輩、やりました。やったな、お前。結構重たい。お、先輩ありがとうございます。失礼します。じゃあ怖い、お前が撮ったんだけど、お前が紹介していいぞ。はい、失礼します。プー様、撮りました。よっしゃー、撮りました。よっしゃー、素晴らしい。どうだ。あー、マジかー。ちょっと微妙な重さしてんな。微妙だね。片手で触れちゃうからね。これは微妙、うん、これはでもあの釣り竿でございます。いや、マジか、ここまでやってか。ねえ、1500円もっと使ったから2000円ぐらい使った。いや、次だよ。マジか。いや、でもこのでかいやつ行くっきゃ楽ない。あ、いいね。こういうのね、考えちゃダメ、考えちゃダメ。これ500円投入してくれ。あ、プーさん狙うわ。そう、わぁ、いやこれ取ってほしいな。この辺で。マジ？え？マジ？マジ？いやー！これはナイス。マジ？おお、あるある、あるぞあるぞ。プーさん、ゲッツ。いいね。いいね。500円でこれはでかい。いや、でかいでかいでかい。やった、ラッキー。ロッキー。カップがもうちょっとございます。カップ？ムーミンのカップです。応援はしますか？応援は、とりあえずじゃあよろしく。いっけーい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 けー、ダーマさん。いっけーい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 けー、ダーマさん。ごめん、やっぱりやらない。おせー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 。あー、なんかやりにくい。入ります、入ります、大丈夫、入ります。これ入りませんでした。失礼します、失礼します。うまいな、やっぱり後輩。うん、先ほどと同じです。握りでもいい感じか。早くんなことってくんねえかね、これマジで。ください。次か、次。これワンちゃん。先輩、大きな一発お願いします。これや、取りたくねえ。我々関係性全員が応援しています。私、秘書のナホと申します。引き続きよろしくお願いいたします。後輩が秘書なんの、やだな。ムーミンの会の仲間たち、マグカップゲット。秘書、1200円残りございます。攻めてもいいですし、ギャンブルしてもいいです。一発系やるか、そろそろ。かしこまりました。で、楽しもうぜ。こちらだといかがでしょうか。そうだね、カレーピスは結構米だからお米あるもん。はい、私から、センスながら失礼いたします。秘書となったんだ、他からね。まあ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 、失礼します。初回だからね。いや、むっついな。こちら。うわ、結構滑ったな今。うわ、滑ったか。ハリボー、押せ押せ。こちら。おう、うまい。惜しいですね。うわ、どこ行ってんだ。なんじゃい、これ運だもんな。セモンスターを転がしてくれ。任してくれ。がっちり、ファイオルキャッチ、ナイス、キャッチ。ファイオル投げて、頼む。こい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 、こいフル、こいフル。私に何か格言をいただいても嬉しいですよね。今日できなくても必ず明日は。ありがとうございます。俺言っといてなんだけど、失敗するってことじゃねえ。いえ、信じます。覆します。覆さなくとも明日は来るということです。失礼します。めっちゃ
しい、めっちゃ惜しい。先輩、先輩じゃない、師匠、完璧です。よしよしよし、師匠お願いします。いや、取りたいよ。どうだ、頼む、頼むよ、コイン1個でもいい、頼む、にゃー、持ってみ、え、あ、じゃあこれか、お前これか、これか、おかしいわ、まとめて持つ方法がこれしかなかったから、そういうボケかと思ったんや。まあまあある気づきやわ、まあまあある、まあまああると思うよ。この3人にしては結構取ったね。まあ取ったね。そうだね、最高回数頑張ったね。我々に明日は来るのか、私が挑戦させていただきます。全国の視聴者さんのため頑張ります。頑張れ。お、ちょっと変則的な、申し訳ございません、このような失態を犯してしまい誠に申し訳ございません。取って俺と同期になってくれよ、マジで、ね、最後です。師匠の意地を見せるよ俺は。じゃあさて、最後だぞ。ここで働けて幸せでした。皆様ありがとうございました。こちらダーマ師匠でございました。視聴者の皆様、チャンネル登録、グッドボタンの方よろしくお願いいたします。それでは結果発表に参りましょう。最後まで秘書なんだね。結果発表、よっしゃー、いかがでした。結構度重なる奇跡、そして運のなさが目立ちましたね。運のなさが、はい、極端、あの、そう、極端、実力でやろうとすると絶対手に入る。そうそうそう、なんか細いことしようとすると大体ミスるんだけど、うん、これはもうフィーリングっしょ、笑顔って言うと結構そう、あ、そうだ、我々はですね、ダーマ様のご活躍により、え、すごくたくさん取ることに成功いたしました。あの、言わせない、俺たち、あんま長くないからあの、取った方で序列決めた方みたいな。あー、そうだね、まあ、一度取ると条件関係に一段階、そう、あります。うまいこと俺が一発のやつを他が最後にやったやつを俺が重ね取ったりしちゃって、ギョったそれのせいで師匠って呼ばれて、こちらダーマ師匠様でございます。気づいたら、あの、後輩から師匠になってた。あれ、後輩、もっと後輩、師匠になってた。どうしよう、3段階ちょっとよくわかんないけど、その序列は、要するに君の方が取ったんだ。そうなんだよ、量は取ってしまった。すごく活躍されました、ね、こいつの後輩さ、途中さ、なんか質問があってもさ、失礼します、しゃ帰ってこないの。とりあえず失礼しますって流すと思う。ああ、失礼しますってもう流しちゃう。そう、失礼、失礼、失礼、だいたい失礼だった。こちらから行かせてね。あ、ほんと、先輩大丈夫ですか。先輩では大丈夫です。ブレーですよ、俺らからしたらブレーです。そっちの中でブレーちゃったじゃない。ブレーです。ここだけの序列じゃないから、新しいところに寝癖出てるから。ここに出るか、あんまなくない、ここに出るか、だいたい後ろでしょ。おお、あ、おおろおろ、こちらプー様でございます。プー様、じゃあプーさんのビッグネイグル、はい、おお、これがビッグピザポテト、でこ星のカービィお菓子コンテナ、あー、いいね、チドルチョコマグカップ、はい、なんか重たそう、このビスケットのやつうまいんだな。ムーミン谷仲間たちマグカップ、マグカップは重い、これポリフルのエッグのやつ、カムカムレモン、ああ、フォークブルーレモンエイド、はい、はい、アポロチョコとマーブルチョコ、はい、こんなに取ったんだ。以上10点でございます。いやでも、はい、結構取ったよ、かなり取ったな、重たそう、ただ全部が重いとは。マグカップとか重そうなイメージあるけどね、陶器とかだったらだいぶ重いじゃん。ね、継続させていただきます。はい、乗せて。いや、マグカップ結構強いな、ね、では、こちらゼロにいたしました。はい、では、ステージアポロチョコ、マーブルチョコ、はい、ホイップ、カムカムネコ、はい、カービィ、このコンテナでかいぞ、マグカップ、マグカップ、ピザポテト、プーさん、え、だいぶ重そう。いや、いい、ずっしりしてる。合計が 3.46kg。 重くない？これは重たそうだね。結構いったな。3キロ超えか。3はしっかりしてんな。ギザポテトがね、袋なんだよね。ああ、で、22g ぐらいなんだよ、1個。ああ、で、それが7袋って考えると。ああ、強いよ先輩。え、先輩じゃない、お前、すごい。22g。
ピザポテトないように。いや、なんのよしや。7袋ぐらい入ってるでしょ。7袋入ってる。と、多分紙がプラスされてるから、確かにそれ重い。確かに。業者の人？業者じゃないです。違います、たまたま。着眼点いいね。着眼点で今日やらせてもらってます。ちなみにこれだけで 0.3 キロある。あー、それは重いな。重たい。それはだいぶ重いよ。師匠、すごいでしょ。いや、師匠やるね。師匠すごいよ。それはやる。こっちのチーム。どうですか？どうですか？たまにあるよね、そういうなんか2番手が一番悪だったみたいな。出してみ。じゃあ出してくる。はい。あ、じゃあせい頼む。せい。さあ出して、まず1個目、これね。風様、風様がこちらにおりますよ。風様500円クレーンゲーム。おお、一緒だ。やりました。あれ取りました。釣り竿、でかい釣り竿だよ。あ、釣り竿重そう。アルティメットフィッシングロッドですから。ハイチュー、ハイチュー。トーク、飲み物はね、マグカップ。大きいイルカ。はい、ビッグイルカだね。じゃあ乗せます。入れてこう、入れてこう、入れてこう。トークね。はい、大丈夫。釣り道、コーヒーカップ、ソーサーセット。セット、ソーサーセットか。これがどうなるかだね。これ重い。プーさん、はい、入る。待って、畳んじゃう、畳んじゃう、畳んじゃう。これを抜いて、それ入れて、それをギューって入れて、うん、こうね。来た。さあどうだ。頼む。ではそちら発表お願いします。発表します。はい。どうだ。こちらの重さ 3.83 キロ。ということで、まさにシルク中尾チームの勝利です。やったー。やったー。マジない。よっしゃー。いや、これ多分コーヒーセットだ。だな。そうだよね。ごめんなさい。なんでウルトラマンの泣き方だ。顔をフリースローラインみたいになってる。台形じゃねえか顔。フリースローラインの顔って聞いたことねえよ。顔フリースローラインやん。慰めてやれよ。最高。捨てた。捨てたんだけど。最悪。厳しい社会。今まで誰が。動画見てくれてありがとう。セカンダリー X。他にも動画もいろいろあるぜ。チャンネル登録よろしく。せーの、あゆー宴だー。